ロドルフォ・ゴンザレスはベネズエラの元レーシングドライバー。2011年 GP にシリーズシーズンのモンツァラウンドでトライデントをドライブするゴンザレス。ゴンザレスはアンドレアス・ツバー代わって 2008-09GP にアジアシリーズシーズンの第3ラウンドに参加し、最初のレースで16位で完走。セパンでのスプリントレースで8位に入り、ベストフィニッシュを果たした。ゴンザレスは ドイツラウンドのトライデントレーシングより、ダビディリゴンの代わりとして、初めてメイン GP2 シリーズにも参戦した。2009年には、ユーロシリーズ3000に出場し、5位でフィニッシュした。ゴンザレスは、2009年から2010年の GP に、アジアシリーズの第1ラウンドで、アーデイ,インターナショナルに参戦した後、ハビエル・ビジャに交代。バーレーンでの最終ラウンドに戻り、バルワダックスで、 セルジオ・ペレスと交代した。シャルル・ピックと一緒に 2010GP にシリーズシーズンに向けてアーデンに復帰。彼は4ポイントを獲得し、ドライバーズチャンピオンシップで21位でフィニッシュした。2011年、彼はトライデントレーシングでステファノ・コレッティと競い合いた。しかし、アジアシリーズで17位、メインシリーズで26位に終わった。その後、彼は、 ギドバンデルガルデと一緒にケーターハームレーシングによって署名されチャンピオンシップで22位でフィニッシュした GP にアジアシリーズ。ありがとうございます。